さんこんにちは、日本すっぴん協会編集部のあきです。今回は生なり洗顔を2つ比べてみたということで、こちらの2つをご紹介していきたいなと思います。1つがイチポリ練り生石鹸で、田中みな実さんも愛用品として挙げていらっしゃったということで、私も気になって使ってみました。とっても良かったです。でもう1つがこちらのマナラ生練り洗顔になります。こちらは毛穴ケアとかをしたいなと思う方にすごくおすすめしたい商品でして、これから2つご説明していければなというふうに思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。最初にご紹介するのが、先ほど田中みな実さんも愛用されているということを知って、私も気になったという話をしたんですけれども、それがこちらのイチポリ練り生石鹸になります。まず使ってみた感想としては、これで作る泡が本当に貧弱じゃなくて、しっかり濃密なムースのような泡を作れるというところが本当に素晴らしいなというふうに思いました。で、お肌の上で泡を滑らせても、その泡が潰れることがないので、本当にその濃密な泡で顔の上をこう指の腹を滑らせるときに本当に気持ちがいいなというふうに思いました。中から親指の爪大くらいを目安に取るんですけれども、ちょっと少ないかなっていう量をもし取ってしまったとしても、本当にしっかり泡立てることができるなというふうに思いました。もちろんその肌への摩擦が起こらないように、しっかりとその洗顔料の量というのは少なすぎずに、ケチらないで使っていただきたいなとは思うんですけれども、本当にしっかりとこちらは泡を作ることができます。石鹸というもので洗うときに、肌の突っ張り感が洗い上がりに気になるんじゃないかなっていうふうにちょっと心配になる人もいるかもしれないんですが、こちらは本当に洗い上がりはしっとりとして、突っ張り感というのは全然感じなかったです。さすが田中みな実さんが推しているアイテムだなというふうに思いました。商品特徴について少しご説明をすると、こちらはイチゴポリフェノールというポリフェノールが配合されています。ポリフェノール自体は植物とか野菜、果物に配合されている抗酸化成分のことになります。で、これに配合されているイチゴポリフェノールなんですけれども、厚生労働省認可の医薬部外品有効成分であるエラグ酸も配合されているそうです。エラグ酸はポリフェノールの一種で、ラズベリーやザクロ、ブラックベリーといったフルーツだったりとか、あとはユーカリにも含まれているそうです。美白ケアの製品で名前を聞くことも多い麹酸と同じように、シミの原因ともなるメラニンの生成に関わる酵素のチロシナーゼの働きを抑える効果が期待できるそうです。そしてイチゴポリフェノールは高い抗酸化作用も期待できます。なので、透明感ケアしたい方にもぜひ手に取ってみていただきたい洗顔料だなというふうに思います。そして、どうしてこのできた泡がへたれないのかな、潰れないのかなっていうふうにちょっと不思議に思ったんですけれども、その秘密はイチゴポリフェノールに含まれる天然の固形成分ペクチンというものがありまして、これが泡と泡をつないでくれるそうです。なので、時間が経過しても泡が崩れにくくて、そのためにその弾力のある泡がクッションとなって摩擦感なく洗うことができるんだなと思いました。洗い上がりも本当にとっても穏やかだなという感じで、これから1個使い切るまでにどんなお肌になっているか楽しみだなというふうに思います。続いてご紹介するのが、こちらのマナラ生練り洗顔になります。こちらは毛穴に塗り込んで小鼻の白い角栓を落とす朝用洗顔料になっています。パウダー状の洗顔料に手のひらで水を加えることで、生酵素が瞬間的に活性化するそうです。水と練ることで毛穴としっかりと密着して、角栓などの毛穴汚れにアプローチしてくれます。すっきりとした毛穴に導いてくれるなという感じです。使ってみて、確かに蓋を開けた瞬間に酵素っていう感じの匂いがするなというふうに思いました。粉を取って自分で水を加えてペースト状にしっかりと練るからこそ、毛穴にしっかりとペーストが密着してくれて、頑固な白い角栓に活性化したばかりの酵素がアプローチしてくれるような仕組みとなっているそうです。使うときは500円玉台を手のひらに取ります。粉っぽさがなくなるまで水を加えて練っていきます。小鼻のあたりだったりとか、ざらつきが気になる部分から塗布するようにします。泡切れも良くて泡立てる必要もないので、朝手軽に洗顔をしたいなと思うときにもぴったりです。また洗い上がりの肌も本当に突っ張り感というものを全然感じませんでした。なので、使い心地も私はとっても気に入っています。結論として、この2つを使ってみた感想としては、
より濃密なへたれない泡で気持ちよく洗って透明感ケアも気になっているという方はこちらのイチポリの方を手に取ってみていただけたらなというふうに思います。で、毛穴ケアをしたいという方だったりとか朝泡立てずに楽に洗顔を済ませたいという方はこちらのマナラの方を選んでみていただければなというふうに思います。最後に日本すっぴん協会という美容メディアのご説明を少しさせていただくと、日本すっぴん協会は2012年にスタートして自分の肌と真剣に向き合う人を応援したい、自分のすっぴんを好きになることで毎日を楽しくより前向きに過ごしてほしいという思いで美容情報を発信しています。今後も皆さんの肌作りに役立つような情報をお届けできればなというふうに思っていますので、ぜひ何かこういう商品が知りたいとかあとはこういう肌悩みがあるといったものがあればコメント欄にコメントをお寄せいただけると嬉しいなというふうに思います。ではまた次の動画で。